実はおことの映像化をしております、今日はですね、前回の都民ダレでも、おことの映像化をしてございます。さあ、それではお待たせいたしました。ありがとうございました。近所岡崎周辺に15時ぐらいいるということですね。ありがとうございます。大体岡崎城周辺に寝ているときの、はい、監督から。かわいらしい。あ、かわいらしいですね。はい、ありがとうございます。まあ、布団で寝ている。愛知だからラブチっていうキャラクターを出したんですよ。でその時他の審査員はほとんど誰も気に留めなかったんですが、僕がご利用しをしてですね、これは絶対面白いと言って不利に残したのが、そうなんですか。なんかその私が深いが深くて、こうやって連携できるのは愛知だけなんですよね。そうなんですか。他の芸術祭ではだって横浜トリエンナーレ売り込もうとしたけど却下されたんだよね。違ったっけ。なんか確か僕が聞いたのは斉藤光平太さんがなんか横浜トリエンナーレも一応キャラクター作って提案したんだけどなんかダメだったっていう話を聞いたんですけど、知りません、知りません。あの筆談で。あ、そうなんですか。横浜トリエンナーレの、あの斉藤さんはちょっとあのあちょっとアクション出した話を聞いたんで、あ、見たんですね。知らない。僕が聞いた話だとなんかまあ、都市伝説かもしれません。いや、あの、だと思うんですけど。あ、そうですか。あの、まあ、ただ愛知がそれを受け止めているという結構、あの非常に懐の深い、あの、ね、広い。こたつになった現代美術は素晴らしい。あ、これですね。あとでまた皆さんこっちね、見ていただいて。これ。もう50分ぐらいでやって、昨日から、はい、販売を。まあ、あの、スタジアムにかなんか馴染みが深いとすると、庄屋町くんが今、庄屋町で、ね、歩いてますけども。今回の JR 岡崎駅周辺の街づくりを考えあの、こちらの、消毒にください。10月24日、6時半から8時半まで。そして、って感じでね、毎日ポチッとなってやってるんですけれども、お願いいたします。はい。11月8日までです。ゆるキャラのポチッとな、やっぱりポチッとなをお願いいたします。投票してくださいね。ね、そして、岡崎はこのようなね、マセメンラップ、これ、ね。はい。武将隊と、岡崎直美武将隊と、岡左衛門のこういった CD も最近出しております。出たばっかりですね。はい。そして、この地元愛プロジェクトの CD も、ね、これはね、表出しながら武将隊です。これもね、やっとかねとか言って、結構面白いです。いただいたお客様には、CD をもらいます。イェイイェイ、ありがとうございます。ですので、こちらのシールも、レジのところ